はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮司でございます。厚志様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。ロシア軍が撤退したキーフ近郊ブチャっていう町でですね、 AFP 通信記者が20人の民間人の遺体を発見、同地でサンデータイムズ記者が民家の地下室で両手両足を縛られた子供を含む男女18人の遺体を発見、同地で BBC 記者が路上に転がる約20人の遺体を発見、全員が後頭部を撃たれていた。こちらがですね、ぼかし入ってます。まあ配慮したんでしょうね、その BBC の方でね。ブチャ市長、少なくとも280人を埋葬したと、いうようなニュースですね。まあ複数のメディア、ネットの反応です。橋本どうすんだよ、ロシア擁護できるやつ頭おかしい、隣がロシアだし明日は我が身、抵抗しなければ誰も殺されないとか言ってたアホは責任取れよ、無抵抗だとこうなるから死ぬまで戦わないといけない、残忍で残虐で卑劣、子供まで殺害はもうダメだ、余裕でナチス超え、少しでもロシアの肩を持つやつは敵認定でいいぞ、ロシアには絶対服従しないと確信を深める、日本政府もですね、ロシア軍の民間人虐殺を確認しました。松野官房長官記者会見、民間人に対する極めて凄惨な行為に強い衝撃を受けていると、国際法違反で厳しく非難するとも言っておりました。ロシア擁護派はですね、映像や画像は捏造、虐殺はなかったとか騒いでるみたいであります。これはロシア国防省の受け売りでして、ロシア国防省もですね、映像や画像は捏造、虐殺はなかった、ただの一人にも暴力を振るってないなんて言ってましたけど、誰も信じないと、いやいや、慎重すぎて万事手遅れ感のある日本政府ですら確認してんだからさ、まあ日本政府公認ってことになりますか。あんなひどい映像ね、とてもじゃないけど作れませんよ。ロシア擁護派ね、今後やばいっすね。民間人殺害がバレちゃったね。で、北方領土盗んでて北海道侵略の恐れがあるロシアは、この際徹底的に弱ってもらうのが国益ですね。これはカニとかウニとかロシア産買ってる場合じゃねえね。それを買うことによって、民間人虐殺の資金を提供してることになっちゃうね。間接的にですけどもね。なんてたってウクライナは我が国領土盗んでねえし、北海道に攻めてくる恐れはないんだから。遠すぎて。例えば中国とインドが争って、どっち、味方した方が国益かっていうと、インドの味方しますよね。インドは尖閣諸島にちょいちょい来て、嫌がらせしてないんだからね。擁護派は、この観点からは、売国奴ですよ。ロシア擁護派はね。パチンコ倒産ブログさんが、擁護派一覧を作っててくれました。北朝鮮、中核派、れいわ新選組社民党一水会、幸福実現党、橋本徹、玉川徹、鈴木宗男、テリー伊藤、原口和弘、なんかが擁護してるみたいであります。その他の人は鳥越俊太郎、鳩山幸男以外はちょっと顔が思い浮かばないんですけれども、香ばしいですね。帝国の敵にふさわしい面々であると、中核派と令和がロシア擁護してるんだって。まあ中立でいましょうみたいなこと、言ってましたけれどもね。こいつら虐殺者の味方ってことで、帝国の敵ってことで容赦なく叩いていいなと思います。
読売新聞最新調査昨日の記事です。防衛力強化すべき 64%、 強化すべきでない 27%、 北朝鮮のミサイルは脅威 86%。 なんだろうねこれね、 27% 北朝鮮のミサイルは脅威なんだけど防衛力は強化すべきでないって矛盾してねえか、何パーセントかそういう矛盾したやつがいるみたいですけど、半分ぐらいね、 12%、 15%、 86% だったら脅威と感じないっていうのが 14% でしょ。それより北朝鮮のミサイルは脅威でない 14% で、防衛力強化すべきでない 14% だったら話は分かるんですけどね、この 27% の中に半分ぐらいはわけわかんねえ脳みそのやつがいるな。北朝鮮のミサイルは脅威であるが防衛力は強化すべきでないっていう、なんか不可解な脳みそ思考のやつが半分ぐらいいますね。ネットの反応です。 27% は何考えてんだ、反対の 27% は何を見てるんだろう、頭おかしいんじゃね、このご時世どうしたら反対になるんだよ。反対ってどういうことだよ、攻めやすいまま色ってことか。ウクライナで現実見せられて平和ボケも吹っ飛んだな。いくら綺麗なお題目を並べようが現実の脅威を目の当たりにすりゃこんなもん、こりゃ救助を破棄に核武装まで行くわというような意見ですね。我が党の政策ね、日本改革と救助をすぐ破棄核武装に追い風の世論調査ですね。核武装の方はスペースの関係でチラシには書いてないんですけれども、核武装すべきと思っております。ロシアウクライナ戦争でですね、理屈が通じない狂人がいるんだなーって世間が理解しましたよね。反対の 27% はそれを理解できない残念脳みそかスパイか読売が数字持ってんの。 27%、 64% わからないって答えたのが 8% いたらしいんですけど、普通もっと多いはずなんだよな、わからない、わからないどちらでもないが4割ぐらい、いるはずなんですけど、やけに少ないからわからないが 8% で、だから反対もちっと少ないじゃないとおかしい。北朝鮮のミサイルの脅威度からしてね、そういう連中はですね、財源どうすんだって言ってくると予想しますが、軍事費防衛費増やしましょう、財源どうすんだ、反対の連中言ってくると思いますけど、何に使われてるか皆目分かんないですね。男女共同参画予算10兆円を丸々防衛費にすりゃいいんですよ。これね、よくわからんようにできている、地方自治体小さな町とか小さな市でやる事業全部にちょっとずつ入ってる、ちょっとずつんで全貌がわかりにくくなってるんですけど、合計しと10兆円ぐらい、言われております。これ丸々軍事費にすりゃいいんだよね。出産も育児もおしゃれもしなくちゃいけない女性をですね、男同様に働かせようって残酷すぎでしょ。女性が輝ける社会にっつってね、したらね、フェミ発狂不可避の主張をしてますけれども、私はね、働いて社会で輝いてくれっていう男とですね、働いても働かなくてもどっちでもええで、家にいても専業主婦やってもええでっていう男と、どっちが女性に優しいんだって話ですね。フェミって多分ね、男に、専業主婦でもええでって優しくされたこと全くねえんでしょうね。全く全く専業主婦を憎むこと甚だしいしね、フェミってね、いつも発狂してるしね。フェミ総称してですね、プロクレーマーって命名した人がいました。サイゼに喜ぶ彼女っていう絵に発狂してましたけど、まあ文句言えりゃ何でもいいみたいですね。いつもいつも何かに文句言いたくて、
文句を言える先を、探している血眼でっていうフェミですね。全然フェミじゃねえの。だってあの女性に優しくねえんだもん。ねえ、専業主婦いいよ、じゃなくて働けってね。全然優しくねえ。フェミでもなんでもいい、こういうですね、専業主婦いいよっていう男の方がよっぽど女性に優しくてフェミなんじゃねえか、あーと私は思いますけれども、あ、皆様のお考えはどうでしょうか。よかったらチャンネル登録してください。デトックスジャパン。